アルフレート・ドンペルトはドイツの陸上競技選手である。彼は1936年に開催されたベルリンオリンピックの男子3000メートル障害で銅メダルを獲得した。ベルリンオリンピックの男子3000メートル障害は28人の選手が出場して1936年8月3日に予選、8月8日に決勝という日程で実施された。選手たちは3つの組に分けられて予選を戦い、各組上位3選手が決勝に進むことになっていた。ドンペルトは予選1組で9分27秒2の記録を出して、この組の1位となり、決勝に挑むことになった。同時に彼の記録は予選全選手中でも一番良い成績でもあった。決勝では9分7秒02の生涯最高となる記録を出したものの、フィンランド代表で前回ロサンゼルスオリンピックで同種目を制覇したボルマリー・ソイコールホロと同じくフィンランド代表のカーロ・トゥオミネンを上回ることはできず銅メダルを獲得した。アルフレッド・ドンパート・ビオ、スタッツ、アンドリザルツ、olympicsatsports-reference.com 2020年10月11日閲覧アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリンサマー・ゲームズ・メンズ3000ミターズ・スティープル・チェイス・ラウンド1 2011年9月11日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリンサマー・ゲームズ・メンズ3000ミターズ・スティープル・チェイス・フィナール2011年9月11日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1936ベルリンサマー・ゲームズメンズ3000ミターズスティープルチェイス2011年9月11日、閲覧。ありがとうございます。